ますので、はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。ここがますます開いて、ここが終わった後に非常付近事件半減のところを保証するようにってなってるんです。最初の週間ぐらいかな、もう全然このすいません、多分抜け落ちてたと思います。あの会計のところをどうして、ね、この、 あの基本方針の骨子、東日本大震災からの復興基本方針骨子の中にですね、基本的な考え方として、男女共同参画の観点から復興のあらゆる場に女性の参画を促進するという条項が入りました。これをもとに、これまで見過ごしにされがちだった女性に対する支援をもっともっと広めていくことができるということが確信を得ました。ただ同時に、女性のための雇用を作るとかですね、そういった非常に弱かったところに、お金が必要なわけですけれども、そういったその緊急の、資金、そのための資金が、まだ、ちゃんとそのソフトな雇用とかに使われるかどうかというところが不確かで、運用をこれからもっとしやすい形に変えていっていただくということがポイントになってくると思います。東日本大震災で本当にシングルマザーとか経済的にシングルの女性とか本当に困窮していますので、どうやってそこの雇用を創出していくのか、かなり工夫が必要で、いろんなアイディアを出していかなきゃいけない。ですので、そのお金をどうやって落としていくのか、どんな、で、いろんな各地で、やっている NPO の具体的ないい事例をですね、広めていって、それを各自治体が取り入れていくというような、なんか道筋ができるといいなというふうに思ってます。はい。